始まりました。あのディープレッドエビーニュース。誰か家に来たみたい。さあ、ということで、皆さん、お元気でしょうか。あなたのおたとも兼キャスターの BMK の黄色、佐藤匠、たくみんでごわす。さあ、ということで、7月に入りましたね。皆さん、お元気ですか。なんか7月になったからさ、もう梅雨なんかは終わりかなって思ったらさ、結構ずっと梅雨続くみたいな。もうずっとじゃない？何なの？ 5 月の終わりぐらいからずっと梅雨って言ってんのよ。もう本当に困っちゃう。何が困っちゃうって、うちらオタクにとっては雨っていうのは本当に天敵なわけよ。荷物もさ、濡れちゃうしさ、いちいち傘さしたりこう閉じたりも大変だしさ、もう本当に腹立つんだけど、もう天候だけはしょうがない。だからこそ、うちらの心だけはあっぱれ、晴れ晴れでいきましょうね。さあ、ということで、そろそろさあ、ということで、そんな心は日本晴れにしていきながら、今週の NDPTV のラインナップをお伝えしていきますよ。NDPTV7 月5日から7月11日配信ラインナップ。7月5日月曜日18時20分からエリアの研究中だもんで、7月5日月曜日20時からゆたこ&ひらこの部屋、7月8日木曜日19時からエリアの研究中だもんで、7月9日金曜日19時からデラキンナイトニューチャレンジャー、7月10日土曜日13時から BMK ザライブ僕もヒーローになりたい、17時45分からボイメンエリア研究生エンジョイライブ、7月11日日曜日12時45分から BMK ザライブ5人5色、配信日、配信内容、出演者が変更になる場合があります。詳しくは ndptv.jp まで。ということで、今週も盛りだくさんですね。なんか今週は BMK がたくさん出ます。イエーイ。さあ、そんな中で、そう、皆さんお気づきですか。今日はね、激推しなんちゃらのうちわがないんです。なぜなら今改造中だから。だからちょっともう手持ち無沙汰なんですけれども、早速今週の激推し面を発表していきたいと思います。今週はですね、結構エリアと BMK がたくさん出る。もう言うならばエリアと BMK の週みたいなもんですね。だからエリアと BMK を見てほしいということで、今回は激推し面をこちらの2人にチョイスしました。バラン、古川るいと石田優也、イエーイ。こちらはゆたこ&ひらこの部屋に出演する2人ということなんですけれども、2人はね、結構もうエリア研究生になってから相当長いキャリア、これエリア研究生内でも先輩になってきたなっていう風に感じるんですが、ね、ものすごく2人は頼もしくなったなってたくみすごく思うんですよ。2人と出会ったのは本当にその愛を頑張ってとかをやってた時期に、なんだっけ、古い日記っていう和田アキ子さんの楽曲を BMK カバーしてるんですけど、その楽曲をフリー入りをするっていうことになった時にいたんだけど、石田優也はね、本当にステップとかダンスするのがすごく苦手な子で、あと声もすごい小さい子だったのよ、ずっと。だから大丈夫かなと思ってたけど、今じゃね、エリアの楽曲もすごいでかい声で歌うし、ダンスも堂々としてるし、だからさ、人の成長っていうのが見れるっていうのが、うちらオタクのさ、本当になんか醍醐味みたいなところあるじゃない。だからこそこの石田優也の成長っていうのはすごくなんかびっくりしましたね。あといい風にさ、骨格が成長したよね。顔が小さいままキープされたままこう縦長に伸びたというかさ、素晴らしいなというふうに思いました。そして古川るいくんですね。古川るいくんはフィックスユーではだいぶ一緒にいたっていうこともあって、もう先輩同士との、先輩たちとの絆もね、だいぶ深まってきたなっていうふうに思うんですけど、なんかやっぱり安定的にケンパと同じようなちょっとおバカさな匂いがしてね、なんかまだ一緒にそういうデラキンナイトとかでまだ一緒にはなってないからどうなんだろうって感じなんだけど、性格がいいおバカさんっていう感じがすごく好きなので、これからもそういうキャラを伸ばしていっていただけたら嬉しいなというふうに思います。そしてこの今週はね、 BMK がたくさんライブとかするんですよ。BMK ザライブ僕もヒーローになりたい、皆さんこの日は何があるかご存知でしょうか。そうなんです、この日はですね、祭りナインの寺坂雷賀くんの、ウルトラマンの、寺坂雷賀くんが出演するウルトラマンのなんと初放送の日ということで、いいなって、うちもヒーローになりたいな、そんな欲望のままにやるライブが、こちらあります。 BMK ザライブ僕もヒーローになりたい。だからこそ皆さんには BMK だったらどんなヒーローになるかなとか、
この人だったらこれ系にやりてほしい、この人だったらこれ系を頑張ってほしいみたいなのをたくさんね、夢と妄想と欲望を膨らまして、言霊っていう力大事ですから、ぜひ僕たちも誰かがヒーローになれたらいいなということで、13時からなります。もうファンクラブの抽選始まってて、一般販売ももうすぐスタートするということなので、ぜひ皆さん買ってください。そして BMTザライブ5人5色、こちらではですね、僕たち一人一人の個性をに特化したライブをしていこうというふうに思っていますので、ぜひこちらもお楽しみに。なんかあるんじゃない ?11 日も。だから11日は見に来てほしいな。なんかあるんじゃない匂わせが下手。ということで、ぜひ皆さんよろしくお願いします。またね、あと、祭り9が、また新しい楽曲の披露があったりとか、あと、ボイメンもね、まだまだ、センチュリーホイールの余韻に浸りつつも、ユタコ&ヒラコがあったりとかしますので、ぜひ皆さんね、他のグループ、推しがいない週は、推し活を休むっていうのももちろん大事なんだけど、別の世界に触れてみるってこともすごく大事だと思うので、ぜひ、たくみんを激推し面にしてくれたら嬉しいなというふうに思います。ということで、今週も皆さん、たくさん推し活していきましょうね。あと、そうだな、今週の、YouTube のコメント欄のテーマは、そうだな、最近行ったイベント。最近一番近日に行った、もしくは配信を買ったイベントは、私はこれです。次はこれを買いますっていうのを、ぜひ皆さん、コメント欄にたくさん書いてください。楽しみにしてます。ということで、今週もありがとうございました。あなたのおたともけ、ニュースキャスターの BMK のキーラ、佐藤匠でした。キラキラ、ドカーン。